どうもこんにちは、カノカズマです。さあ本日は先週から2週連続で放送されました鈴木治先生脚本の殴り合い炎の感想を言っていきたいと思います。鈴木治先生といえば昨年の M 愛すべき人がいて先生を消す方程式と、もう1年足らずで3本もね作っちゃうってね、驚異のスピードですよ、ね、見てる間はねとても楽しいけど後からそんなに語ることはないというね、このファーストフード感覚で楽しめるそんな素晴らしいドラマ、はい、そんな感じで、前回のあらすじとそして今回のまあ面白かったところとそれと感想の方を言っていきたいと思います。まあ、前回のあらすじをね、簡単に説明しますと、山崎育三郎、まあもうめんどくさいんで、役者の名前でね、言ってきますけども、山崎育三郎がね、医者の息子で、それでその看護師である滝本美織とね、付き合って、結婚間近と思われたところに、市原隼人がね、やってきて、で、その市原隼人はなんと、滝本美織が昔、高校時代好きだった、片思いしていた相手だったんですね。でそれを知った酒井若菜がちょっとねこうくっつけようとして、それで育三郎がねどんどん頭おかしくなっちゃって、それで最後にこう2人がね、その滝本美織と市原隼人がねもうキスしちゃって、もう恋がね止まんなくて、でそれをね育三郎ね近くでねもうバードウォッチングするかのようにね見守ってて、そこでね、竹本美織にね、違うのって言うとね、育三郎、違わないよってね。これはあれですか、なんとか愛シリーズのね、その名台詞として今後も一生使っていくんでしょうかね。で、もう育三郎もね、ほんとね、おかしくなっちゃって、この市原隼人とのね、ほんとの殴り合いがね、始まって。で、ここでね、その育三郎の、何ですか、直立不動のね、マグロ飛びっていうんですか、もう完全なるギャグシーンがね、ありまして。それでもう殴り合いでね終わったのが前回でしたけども、そしてそんな滝本美織をね家に連れ帰って、そしたら育三郎見ようかって言ってね、それでテレビに滝本美織と市原隼人がねキスしてたところをなんと盗撮してまして、それをねスクリーンに映してね、それでこう二人で見るっていうね、もう育三郎これもしかしたらちょっとスワッピング好きなんじゃないのかなってちょっと思ったね。普通だったらね見たくないと思うのに、見てちょっと興奮してたからね、あほら見てちょっと嫌がってるほらほらほらとか言ってっから実は意外とねスワッピング好きなんじゃないかなでまあそんな二人はですね、その後バードウォッチングに行きましたね。やり直しをするためにね、地獄のバードウォッチングですよ本当に気まずいね感じですけどもね、それでねそこで育三郎のね元にねこう電話がね入って、まあ、仕事のね電話ね来てね、それでなんかこう近くにあったねなんか物置みたいなところにね入ってって言ってね、そしたら滝本美織もねなんでって言うけど、いや市原隼人がね君のこと捕まえに来るかもしれないからさ心配だからっつってねこう入れて、それでこうねなんか木の棒でね突っかえて、閉じ込めるというですね、いや恐ろしいよまずねここでその不自然にその物置がね一個あるっていうのがね、これがもうほんとわざとらしくてねたまんないし、その棒でね突っかえるってところもいや逆の方から開くよねってそっちはね突っかえてかもしれないけど逆の方から開けられるよねっていうね、このね突っ込みどころ満載な、いいですね、たまんないですね、はい。それから、滝本美織はですね逃げまして、で市原隼人と結託してまあ愛の逃避行をね図るんですけども、それに対して、酒井若菜がですね彼らを見つけるために、彼女はなんともともとモデルで、しかも今人気のインフルエンサーなんで、その自分の SNS にこの子私の親友なんですけど見つけたら教えてくださいっつってね、それ拡散希望っつってこうね、SNS にアップして、そしたらもう10万人もねフォロワーがいるから、だからねもうそのフォロワーたちがね見つけて、教えてくれるんですよねまあこの手法はね昨年のMIU404でもやってたけど、リアルなんでしょうかね今時はね結構ネットリテラシーってのはね昔に比べるとね良くなってるからね、なんかちょっと2ちゃんレベルっていうかさ今時こんなありえないんじゃないのかなって思うけどね、
そしてそんな、滝本美織とね市原隼人をねなんとか見つけ出して追い詰めるんですけども、そこで坂井和からなんと警察犬を導入しまして滝本美織のね着てたね服の匂いをね嗅がせて、それでよし行こうっつってね、それでこう探し出そうとするってね、いやーその発想はなかったな普通やっぱねなかなかその発想はできない、やっぱさすが鈴木治先生天才ですね。そしてまあ結局、滝本美織はね育三郎に捕まって、それでもう観念して、で、その実家の方にですね住むことになりまして、それでもう滝本美織は頑張るんだけどね、まああんまりうまくいかず、結果ですね育三郎とお父さんとお母さんとねお兄ちゃんの、この4人による市原隼人の記憶を消すために機械を使って除去しようとするとですね、これは何でしょう、エターナルサンシャインのオマージュでしょうかねあれもね恋愛映画でしたからね、でもねここでね使ってるその頭につける機械のしょぼさねもうちょっとさなんとかならなかったのかな、もうなんトータルリコールとかまではねそこまでやれとは言わないけどさ、もうちょっとねそのエターのサンシャインぐらいのさものは用意できなかったのかな。でもそんな記憶を消されるという事実を市原隼人知りまして、でこう実家の方にね走っていくんですけども、まあ、どこからもね入れないんですよ。どうしようってところにちょうどよくなんか棒がありまして、すっごいちょうどいい棒がね身近なんか落ちてました。でそれを使ってこう走り高跳びのようにですね家の塀を飛び越えるっていうシーンがねありまして、これはだから高校生の時に走り高跳びの選手だったっていう、伏線ですね本当どうでもいい伏線なんですけどね、ここでこういう風にねなるんですね。でまあそんな感じで、まあ、結局、まあ、市原隼人とね滝本美織が、まあ、付き合って結婚して子供生まれて、それで一件落着かと思いきや育三郎はその二人を遠くからずっと監視してるという、まあ、そんな感じでね終わって、まあねめちゃめちゃね面白かったですね。まあ2週っていうこともありましたし、僕はねすごい良かったなと思って、その強いて言うんだったら、まあ、ちょっと堺若菜のキャラクターはギリギリだったかなって感じ。まあそのもう少しエキセントリック的になっちゃうとちょっと冷めるところあるから、あの M 愛すべき人がいての田中みな実もちょっとねやっぱ冷めるのよね、やりすぎちゃってて、あの前回のさその先生を消す方程式もあの田中圭と山田裕貴のエキセントリックなキャラクターにちょっと頼りがちに見えてたから、だから今回はそういう意味ではね結構エキセントリックなキャラクターとか演技じゃなくてそのエキセントリックな展開で見せてくれたところが結構多かったから、その今までに比べたら俺全然すごい面白いなと思ってんの。でも堺和田のキャラクターはこれもしかしたらそのレギュラーのさ全10話とかになってくるとちょっと辛いものがあったんじゃないのかなって、今回はね2話だったから結構あの気楽に見れたかなって感じ。あとはねまあもう少しそのわざとらしさがなくなればいいなと思うね。やっぱねその、まあ、この手のジャンルの頂点といえばボタンとバラだと思うんですけどそうあのボタンとバラのそのギャグなのか本気でやってんのかあのわかんない感じはさやっぱすごいじゃない。だからそういう意味ではねやっぱ鈴木治先生はもうちょっとねちょっとそのコントっぽいところに逃げてる節はね感じるね。そう本気でやってほしいんだよねこっちはこれ本気なのっていうぐらいのところにやっぱ面白さ感じるから、やっぱ目指すべきはボタンとバラ、そこまで行ったらもう鈴木治先生ほんと巨匠になれるんじゃないかなっていやでもね本当に結構面白かったね。まあ、2週が限界かもしんないけど今回のね作品はまあでも本当に良かったです。はい、そんな感じで今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。Thank you.